次は菊池力夫さんです。メッセージを読まさせていただきます。金沢教室にお世話になり4年、歌を通して精神的にも少しずつ成長していると思います。歌とともに楽しむ人生を知り、3人の孫にも恵まれ充実した日々を送っています。これからも少しずつ自分を磨きながら頑張っていきたいと思います。今日は精一杯楽しんで歌います。菊池力夫さん、熊の灘を歌います。皆様拍手を持ってお迎えくださいませ。菊池力夫さん。ありがとうございました。